谷貴正の血統の教室、よろしくお願いします。お願いします。今日は血統の教科書ってなりまして、はい、まあ、これを大体ずっと前のページから振り返っててんですけど、はい、まあ、今日は82かな、はい、81と82の、はい、81か81ページの話なんですけど、はい、まあ、日本のダートってのがあるんですけど、はい、ダートコースと芝コースがあって、はい、で中央のダート 1800m っていうのは、はい、まあ、ダート1006、1007、1008ね、はい、この辺はかなり独特だという話が書いてありまして、アメリカ血統とヨーロッパ血統と日本の血統ってなんですけど、まあ、大体競馬はね、日本、アメリカ、ヨーロッパそれぞれの国で一流の血統ってのがあるんですけど、はい、まあ、アメリカっていうのがダートの本場なので、はい、このアメリカ血統が濃い馬っていうのは下級条件のダート短距離とか、まあ、めちゃくちゃ強いわけですよ、うん、日本の芝血統で勝ち、はい、通用しなかったからダートの短距離に出てきちゃった馬とかを、うん、簡単にやっつけちゃうのがアメリカの短距離血統なんですが、はい、ダートの中距離っていうのはちょっとアメリカの本場とも適性が違いまして、うん、何が違うかっていうとやはり砂質ですよね、うん、向こうはまあ確かに土みたいなダートではあるんですけど、はい、粘土質の、はい、こっちは砂なんですよ、うん、だからサンドコースみたいな、うん、こんなものなんです本来、はい、うん、競馬場行ってダートコースあるとこれ砂じゃんって思うと思うんですけど、これサンドじゃんって思うと思うんですよね、はい、あとは高低差もあったりしてゴール前に坂があったりもするの で、はい、でまあ、そういうコース形態もちょっと独特ですし、あと砂であるということで、はい、ダート1008はダート砂、日本の砂1008、アメリカ血統でもない、そうかといって日本の芝血統で遅いから通用しなかった血統でもなくて、ダート中距離のスペシャリスト血統を買うだけでも儲かってしまうというね、そういう局面があるんですよね。で、まあ、ぜひ今、はい、ダート中距離のスペシャリストとして注目なのは、はい、まあ、エスポワールシティですね、はい、エスポワールシティという、まあですね、はい、現役時代も、まあ、ダートの G1 を勝ち、日本のダート中距離 G1 を勝ちまくりまして、はい、うん、で、血統もですね、まあ、ゴールドアリュールという馬がいまして、はいはい、これはダート 1600m というのは東京ダート 1600m という条件、うん、おそらく世界一強い種馬だろうというぐらいのお父さんを持つんですね、はい、まあ、でも東京ダート1600も独特なので、うん、だ砂の1600、1800適性が非常に高い父親 で、はい、で母の父ブライアンズタイムっていうのもこれもまた良血でして、はい、三冠馬成田ブライアンとかも出したんですけど、はい、ダートではものすごく強いと、うん、まあ、ダートと芝の総合力ではダートでのタフさ比べで言えばもうサンデーサイレンス以上の素晴らしい血統でして、はい、でさらに母の母父がブレイベストローマンと言いまして、はい、このブレイベストローマンというのは昔からの日本の砂コースですごい強い、地方とか、まあ、中央でも、もうものすごい強い馬をたくさん出した種馬なんですよ。だからこの砂の中距離という意味では、はい、ものすごい名血なんですよ。うん、それでいてあまり高い馬が多くないですから、はい、デビューした時からもちょっと評判になりづらく、もともと人気がないわけですよ。もともと人気になりにくい馬が多いんですね、はい、なので持ち人気も低い、しかしダート中距離の能力は高いということで、現状ですとエスポワールシティ3区は、はい、全部出走、まあ、260回ぐらい全部出走してるんですけど、これ全部買い続けても単勝がプラスになるぐらい、はい、優秀な成績を収めていると、はい、まあ、特に注目なのが、はい、母の父の国別タイプが、はい、アメリカ型血統であるタイプが非常に優秀なんですね。母父の血統タイプをアメリカ型、欧州型、日本型と分けれるんですけど、はい、アメリカ型っていうのは、まあ、ダート適性をアメリカのダートの本場の地ですね、はい、アメリカのダートの由来の地 で、はい、欧州型っていうのはヨーロッパの重い芝に強くて、日本型っていうのは日本の軽い芝に強い種馬なんですけど、はい、この3つの中で母父米国型が
特に優秀で、はい、ハハチ米国型とエスポワールシティの配合は勝率が 11% で連帯率が 25% で副勝率は 36% なんですよ、うん、ところがこれが欧州型になると勝率は 7% に落ちる、はい、連帯率は米国型 25% に対して欧州型 12% ですからもう半分ですよ、はい、で副勝率も 36% が米国型に対して欧州型 20% ですから、はいはい、相当ダウンしますね、はい、で実はもう日米欧で分けた場合にエスポワールシティとの配合で成績がより上がってんのが米国型で他だという成績が下がるんでエスポワールシティの平均値より、はい、まあ、つまり米国型だけ狙っちゃえばものすごく優秀で、はい、まあ、回収率も現状だと 150% とかで、はい、まあ、副賞回収率も 111% で、はい、まあ、ものすごく優秀な種馬なんですよね、はい、あの古崎さんがね先輩のひとみちゃんが、はい、あの朝団地比芝から雨降った時はダートから芝団地比買って、はい、あのみたいな感じでもう、はい、米国型のエスポワールシティだけ追っかけてれば、はい、まあ午前中のダートなんですけど、はい、かなり美味しい思いをできるんじゃないかなと思うんで、はい、あのそうなるのは日本のサンドダートというのが独特だからであり、うん、エスポワールシティというのが3度の中距離ダートで、はい、連結を集めている種馬だからと、でなおかつ人気になりにくい方だと、はい、まあ、こういう構造なわけですよ、はいはい、ありがとうございます、はい。